中区切られた場所にいるペンギンですね。ご覧ください。少し小さめに浮かんでいるかなと思います。このペンギンはフェアリーペンギンと言います。あ、なんかちょこんちょこんじゃない。よく赤ちゃんペンギンと間違えられてしまう のですが、この大きさで大人のペンギン。赤ちゃんじゃないんだって。今ですね、陸の上を足は歩いて。赤ちゃんじゃないんだって。ああいうちっちゃいペンギン。歩きながら翼を使いながら歩いてますね。水の中に入っていきそうな様子がご覧いただけますね。こちらがフェアリーペンギン。水族園ではウポルトペンギンとフェアリーペンギン。可愛い。赤ちゃんだと思った。さあ、それでは、ペンギンというと一体どんなところで暮らしているイメージがあるでしょうか。ペンギンというと南極大陸とか冷たい氷の上を思い浮かべる方が多いかと思います。ですが、この2種類が暮らしているのは南極大陸ではありません。どんなところかというと、ウポルトペンギンは南アメリカのチリやペルーの沿岸、フェアリーペンギンはオーストラリアやニュージーランドで暮らしているペンギンです。実は日本のように陸の上は比較的暖かい所で、ね、暮らしているペンギンたちなんです。なのでこの2種類は1年中暑い夏も寒い冬も外で展示している様子がご覧いただけます。私も食べたいわ。さらにペンギンというと氷を思い浮かべる方が多いと思いますが、その展示場を見てみると